W ソサイティのアンバサダーに就任いたしました阿部詩です。よろしくお願いします。よろしく。改めてアンバサダーに就任されての気持ちお聞かせいただけますでしょうか。柔道という競技生活を通じて、自分自身の体と向き合うことの重要性を感じてきましたので、アスリートという肩書きだけではなく、一人の女性としてこれからの人生だったりライフプランを考えていきたいというふうに思ったので、検査だったり、検査をしたり学んだりして、今回のアンバサダーを、そうですね、引き受けさせていただきました。私は5歳の頃から柔道を始めて、自分自身の体の弱い部分だったり強い部分を知ることで、そして体の現状というものを知ることで、すごくそれは競技すること、競技する上にあたって重要なことだと思っています。プライベートについてのライフプランなんか今のところちょっと想像できるものありますか？以前エマにもなんか書かれていらっしゃいましたよね。そうですね、私の、その一つの大きな夢として、幸せな家庭を築きたいっていうのが一つの私の夢なので、で私は本当にすごい恵まれた両親、家族に支えてもらいながら、オリンピック優勝という目標を達成できたと思っているので、そうですね、その中でも本当にいつも支えてくださる母の存在がとても大きくて、私も将来母みたいな女性になりたいっていうふうに思っているので、そうですね、またその温かい家庭を築きたいっていうふうに思ってます。で考える、体のことを考えるって大事ですね。そうですね、自分自身の体の現状を知ることだったり、自分の未来の、未来につながることを知るっていうのは本当に大切だと思います。これからも選手を続けていく上で、また女性として年齢を重ねていく上で、知ること学ぶことは続けていきたいと思っております。そして一人でも多くの女性に自分自身の体の現状を知るということが できればいいなと思っております。